よいいよ、急いで、残り30秒、残り30秒。残り30秒。あ、サンタさん、あ、マサオくん、あ、クリスマスツリー、うーわ、パワーアザース、ステップアップチャレンジ入りました。1分延長、1分延長、ありがとうございます。1分延長入りました。うーわ、ファンタジーステージ入った。1分延長、ラスト1分です。さくらなちゃん5個荒らす、パワーアラス、ラスト1分、ラスト1分です。ステップアップ入りました。ここからほぼ倍です。朝倉田さん5個パワーを出す。うーわ、クール、ありがとう、チーの人パワーを出す。ゴシ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 、あざす。お、ポンさんも、お、風船も倍来てる。あざす。いいよ、急いで。ラスト50秒、ラスト50秒。ラスト50秒、急いで。あ、チーの人あざす、パワーを出す。風船も倍来てる、風船も倍来てる。ラスト40秒。あ、風船3回来てる、マジで。あ、特命さん2個パワーあざす、ゴシゴシゴシあざす、特命さん。あやねも10個ありがとう。あ、特命さん2個あざす、パワーあざす。いい、風船も倍来てる、急いで。あ、3つありがとう、チーの人パワー、急いで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 。メラメラステージ行くかな、メラメラステージ。あ、パワーあざす。あ、無料も倍来てる、風船も倍来てる。うわー、残り20秒、残り20秒です、皆さん。桜菜ちゃん5個あざす、パオンあざす。残り20秒。うわ、うわ、クール、特命さん15個。うわ、クール。あ、やばい。ステップアップチャレンジ。最終ステージまで行く、決まりました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ。うわ、マジか。あ、クリスマスツリー、延長スペシャルチャンス、入りました。ラスト1分。ラスト1分、ラスト1分、あ、パワーを出す、ラスト1分です。もうこっから全部倍なんで、あ、ダイスさん、ありがとう、パワーを、ちょっと、だ、パワーを出す、ありがとうございます、ゾーを出す、肌着や、肌着、あ、パワーを出す、いいよ、残り50秒、残り50秒、急いで、急いで、あー、大当たり、クリスマススペシャル延長タイム、あらす、ラスト1分、ラスト1分、あ、パオーあざす、いいよ、風船も倍出てる、いける、KP あざす、パオーあざす、あらす、バルーン5個も倍来てる、あざす、50秒、ラスト50秒、50秒です、皆さん。あ、バルーンありがとう、パオー、あ、KP もありがとう、倍来てる、いいよ、いいよ、無料も倍来てる、電球も倍来てる、あ、腹痛いっていうコメントも倍来てる、いいよ、KP も倍来てる、あらす、パオーあざす、もう出ていく準備してる。うん。ラスト40秒。ラスト40秒。あ、マッツンありがとう。ラスト40秒。あ、ブタありがとう。ユウの人、パオン、あざす。あざす。おー、あざす。いいよ。ラスト30秒。急いで。ラスト30秒。あ、桜田ちゃん5個、パオン、あざす。あ、イルミネーションも倍来てる。風船も倍来てる。ラスト50秒。ラスト、あ、じゃあラスト50秒。20秒、20秒、20秒。パオン、あざす。ラスト20秒。桜菜ちゃん5個パオンあざす、倍来てる、あざす。10、あ、5個ありがとう、パオン、いやー、 Y の人ありがとう。桜菜ちゃんネクスト延長タイム入りました、ラスト30秒、クリスマスツリーありがとう、あ、3つありがとう、パオンあざす、あざす、倍来てる、倍、もう倍しか来てない、全部倍、もう確実に倍、エリボーも倍来てる、パオンを出す、いいよ、40秒、残り40秒、急いで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 、あ、バルーンも倍来てる、風船も倍来てる、風船も倍来てる、マッツン風船も倍来てる、いいよ、ラスト30秒、ラスト30秒、ラスト30秒、あー、 これまでか、あ、無料アイテムありがとうございます、あー、出す、バルーンも倍来てる、風船も倍来てる、あ、KP もありがとう。風船も5個ありがとう。バル、もう全部来てる。全部倍や。もう何でもいいわ。全部倍や。もうもはや何でもいいわ。あ、ベルありがとう。パオン。あ、無理やでも、もう全部倍。倍。もう倍やから。うん。ちょ、ほんまに倍やねんって。あ、エリボーパオン渡す。倍。倍、倍。うん。倍、倍、倍。うん。メガホンも倍。うん。紫のメガホンも倍。もうクリスマス釣り、あー、ネクスト延長タイム、パオン。もうコメントも倍。あー、カズさん、パオアザス。アザス。アーラスバーガーもありがとう。アザス。
マスツリーありがとう。あ、クリスマスツリーありがとう。パオアダス。5、4、3、2、1、終了です。ありがとうございます。パオーアザス。あ、10個ありがとう。10個ありがとう、ニコちゃん。 あと、リーサありがとう。リーサありがとう。すいません。あの、今から、各匿名さんの、あの、確認だけしていきます。ちょっと。ありがとうございます、ほんと。あ、エリボーもありがとう。パオーアザス。すいません。今からちょっと、各匿名さん確認していくので、ちょっと僕にまたお時間ください。ちょっと全部確認できなかったんで、今から見ていくんで、はい。あの、呼ばれてないよっていう人は怒ってください、僕に。見ていきます。あ、楽しかった。まず、ゾウくれた人。イニシャル K から始まる人。で、チ、ひらがなでチーの人。で、ひらがん、あ、ローマ字で D の人。で、ターの人と、あんで、あやねちゃんのマーカーやったよね。うん、ありがとうございます、ゾウ。で、豚10個の内訳。フルーツミックスさんは、生垢でくれてた。で、漢字で、長から始まる人、ありがとうございます。で、ニコちゃん、ありがとう。で、大文字の T から始まる人、ありがとうございます。で、S の人5個。で、フルーツミックスさん、ありがとうございます。で、金の豚。ひらがなで、U の人、ありがとうございます。で、エリボー、あの、ガチイブアイテム。んで、Y から始まる、あの、指輪のマークの人、5個ありがとうございます。ほんで、いつもすいません、チーの人、大量にありがとうございます。で、O の人、で、P の人、ありがとうございます。で、クリスマスリース、で、ミーの人、で、ニコちゃん、で、桜菜ちゃん、ターの人、で、あやねちゃん、で、U の人、カタカナで U の人、うん、ありがとうございます。で、クリスマスツリーが、桜菜ちゃん、チーの人。で、他、漢字で他から始まる人。クリスマスツリー、ありがとうございます。で、もう各種、はい。なんやかんや、ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん、アイテム。はい。僕の詐欺に付き合っていただいて。はい。ありがとうございます。はい。もう、味しめてます。ありがとうございました、本当、うん、ありがとうございます、本当に。うん。うん。うん、ありがとうございます。あ、全部確認しました。言うたら、あの、ユールアイテム、匿名は。はい。あの、詐欺に付き合っていただいてありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、トシちゃん、買いに行くか。そしたら。もう、8買うの？うん、買う。もう、あ、8買うわ。ちょっと待って、8だけチェック入れるわ。うん、すいません。はい。詐欺まがいな行為。いや、聖杯風、やるごとにどんどん下がっていってる。でもまあ生のよりかは全然もらえてるんで、はい、ありがとうございます。各皆さん、今2000円だよな。あ、じゃあもうちょい2500円になる。500円だけ。8買うから貸して。ん、どうしたの？それ俺のちゃうの？ちょっと貸してよ。もう1個は足すわ。そうやけど何かの。え、8番。一緒。うあの、生まれ。え、6、8。え、6で、で、8で68は2800円ぐらい。うん、68で、500円。500円。38なんかね、安いで。うん、ええよ、500円で。これでいい。これでなんぼなんの？500円。だからこれでなんぼ？これでなんぼなる。あ、村で混ざす。はい。まあ、もう今日多分夜12時ぐらい、12時前に、最後の聖杯やと思います。3000円。わかった。じゃあこれでいいわ。渡すわ、トシちゃんに。これも一緒に入れといてや、もうトシちゃん。うん、で、行こう。ありがとうございます、ほんと。初回が一番盛り上がったな、言うたら。うん、まあでも、なんもないよか、ええよな。行こうか、トシちゃん。え、じゃあもうちょっとこれ聖杯消しとくっすわ。これでいいか。空中予想6番。え、じゃあトシちゃんまた自撮り棒持ってな。あ、よ、え、あの、配信機また持ってな。
車乗ってる時。あ、熱くなってしまった。ありがとう、ほんと各皆さん。あ、初めて見た、聖杯譜。あ、こういうとこ好きや。早速、高橋さんにあげたというか、伝授して。高橋さんのとこでも、聖杯譜たまにやってると思うんで、はい。さあ、行くか。行くか。あ、ガチやと思った。あ、いえ、嘘です。はい。嘘っていうか詐欺です。はい。聖杯というか、聖杯風なんで、言うたら。はい。嘘です。何レース？阪神11レース。阪神11レース。あ、書いておいた方がいいかな。負け打ち予想。阪神。11レース。これでいい。そう。うん、今日寒いな、トシちゃんな、その格好でも寒いかもな。行こうか。出陣だぜ。ライター。あ、ほんまやな。ライター忘れてるわ。よいしょ。聖杯風です。レンタカー、レンタカー。どうした？俺、階段やからさっき言っとくわ。下おるわ。これ何よ、また。けのわからへんもん貼ってんな、どうしよう。またインターホンのストックしてるわ、あのジジイ。ちゃあれストックや。今日はどれにしようかなって、もう来んのんかくってる時はあれやんねん。ストックしとんねん、もう。そう、魔除けの枠だ。寒い。そう、豆。こないだあれ20枚ぐらいストックあったからな。寒い。ジャグラー行ってなかった。通帳も現金も全部確認したけど、行ってなかった。偉いやん。昨日はだからあれや、酒ヤクザだっただけやな。だから、言ってなかったわ。あ、始まった？あれじゃん。まあ、競馬付き合ってあげたらあれやろ、しばらくはスロットいかんやろ。サブ。あ、ちゃうわ、俺5000冊崩さなあかんね。そうやわ。もう、まあ、しばらくはおとなしくしててくれるんちゃうか、多分やけど。寒い。いや、多分計算合ってるから大丈夫やと思う。じゃあね、ダウン2枚着てんねん、寒すぎて。これで締めたらモコモコなってまう。いい人ぶってるけど、性格終わってるクズ山田。おお、確かに合ってるわ。ちゃんと見てる、俺のこと。595、正解や。年末お金なかったら、まあせやな、それはあるな。正解、5953。寒い。そんなうんこみたいな、また。どうも、うんこ以下です。寒い。で、どうされやろ、パルちゃんの本タイトル、あれやろ。MI 君の鼻折れた剣ちゃうの。ちゃうか。それぐらいしかなかったやろ、昨日。ちゃうか。どうせ MI 君は鼻折れたけんや。ちゃうか。ちゃうの。とある配信者の鼻折れたとかじゃない。ちゃう。知らん、俺タイトル見てへんかわからん。あ、ちゃう、よっさんなんや。とある配信者エロゲーとかじゃないんか。あ、そうか、よっさんも際どいのやってたな。
え、なんかあれじゃん、ウーバーイク鼻また折れたって、鳩めっちゃ飛んできてたけど、うん、ああなあ、ゲロとオナラと言ってたな。トシさん、俺5000冊しかないからさ、どっかで両替したんやって。こお金、お金、あ、駐車場ない、駐車場5000冊入らへんからさ、うん、何だって、あ、いいの出してくれる、あ、ほんま、やった、ええの、ええの、サブ、あれ珍しい、サングラスしてへんや、まあええけど別に、鬼山仕様にしてないや、サブ、ああめっちゃ寒いな今日、やばいわ、年寄りには答えるわ。あ、とある配信者が怪我を負うなんや、あ、残念な、ああ根っからのいい人なんだけど、ガンジーぐらいしかおらんやろガンジーぐらいしか出てけえやろ、そうそうそう、鬼ヤンマつけてくれたな、あー寒い、やばい、ああやばいな、やめて、ああ、ほんまマジでやめてほしいわ、ほんま、5番やな、5番、どうせ俺お金下ろさなあかんねんけどな、5番、900円、いいかい、あ、じゃあそうじゃない、こう、ああ後で枕元に増やしといたろ、ええよ、ああ、あ、はい、お父さん領収書だけもらっとこう、よし、お父さんこっちやわ、うわー寒い、あ、寒いな、このボロやわ、このボロ、もうダウン来たまんまおろ、手ちぎれそう、マジで今日寒すぎて、絵でトシさん乗って、よいしょよいしょ、うん、いやマフラーとかせえへんのじゃこだわり強い人やからな、うん、あってもせえへんわ、うん、あ、いいよトシさん、うん、シートベルトできる、うん、うん、ああいうやったるわ、おりゃあ、トシさんこれ持てる、またちょっと待ってや、ちゃんと完璧に角度合わすわ、触らんでいいよ、触らんでいいよ、え、なんか汚ってる、あ、ちょっと、ええねえ、こんなもんよ、ちょっと、このぐらい、うん、そうさっき前に動かすわ、12時10分、ま、間に合うな、よいしょ、待って、用意せんのあれやから、え、そんな寒いのやろ、車の中は、うん、いいよ、車の中、ま、暖房入れてるから効いてくるわ、いい、うん、いや、寒いわ、寒い、うん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、じゃあレッツゲリロン、いいわ、トシさんおったら自撮り棒ドライビングボードにせんでいいからな、え、マフラー、なんかリスナーさんがマフラー欲しいって聞いてるけど、コメント見てる？牧内。僕は？うん、そう。僕ね。うん、そうそう。いや、いいよ。気持ちでありがとう。あ、気持ちでありがとうやった。うん。うん。まあ、あったかいけどな。うん、あったかいけど、せえへんもんな、マフラーとかな。やと思う。まあ、するんだったら、女性しかしてないから。うん、な。男性はまあ見らんから。うん。まあ、今から、マフラーいるからな。うん。こいつ、いいマフラーとか買ったったらな、あの、売りに行く言い出すから、金なくなった時に。もう、あげんでいいで。あんなのなんで、リサイクルするんだよ。でも、あんた、せいじさんの椅子売る言うてたやん。あんた、せいじさんの椅子売る言うてたやん。あれ、誕生日プレゼントでもらったやろ。うん。動かないもんな、重たくて。あ、重いし邪魔やから売りたいのはわかるけどさ。ちょっと誕生日プレゼント。怒られるやろ。
まあ怒られる。いやいや、お客さんに残る、おるよ、置いとくよ。うん、置いときや。一応それは考えたけどな。うん、ちょっと2日前にあんた売りに行く言うててんで。うん、まあ5000円かそこらで引き取るやろ。なあ、まあせやな。今日あれやで、八王子にピキるようなコメントを打っても酒飲んでへんから切れへんで、多分やけど。いや、どうやろうな。まあ俺ルメール入れた、なんか八王子がって言うから。あ、ムルヤテもありがとうございます。ありがとうございます。ああ、そうね。え、パチョジ君おむつしてるやんな。してるよ。してるし、酒飲んでへんから大丈夫やで。うん、悪く飲んでない。そうそう、酒飲んでないから今日はもうちびらんわ。パチョジ、コメント見える？字見える？見える。あ、見える。うん、見えるらしい。予防も競馬してる。予防も競馬してる。競馬するって。おう、じゃあ、やば、こっちの予想手は6言うてるでって。おう、メインレース大丈夫よ。なあ、うん、養分勝負や。変わったらこけたら困るなとか言って。こけへんが大丈夫だよ。頭はどうかなと思うけどな。え、ちょっと6で自信ある言うたよ。うん、6がある。6頭でええねや。うん、横も武志が行くから。やろ？行くんやろ、絶対。え、トシさんも何？結局3000ぐらい？もうちょい行くん？4、5000ぐらいの携帯なく200円ずつ買うてるから。あ、200円ずつにしてるから4、5000やねんな。入ったら元取れるやん。あ、取れるぐらいはの買い方してんねんな。うん、パチオジはもうあのメインレース6頭で。うん、ありがとうね。うん、インスタありがとう。心配してくれてありがとう。ごめんね、ありがとう。あれやな、長尾堀か、うん、こっちから千日前行くか。うん、ありがとう、姉さん、ありがとう、心配してくれてありがとう。今んとこ大丈夫です、体調は。うん、大丈夫やな。うん、飲んだらちょっとあかんけどね。え、でも薬もちゃんと飲んでんやろ、今。飲んでる。じゃあ、ちゃんと飲みや。え、競馬場。明日、明後日、19日もたら、そこのナイト行く、そこ、そこら、ここ。あ、病院行くねんな。ここ右か。あ、ここなんや。ここ右か。ここ右かない。ナイトイン。ナイトイン。よいしょ。曲がってから千日前行くか。よいしょ。もう、収入、あの、民税は十分あるから。あと、ナイトインが19日に予約が入ってるから。うん、寒いな。携帯の帽子。うん、俺も帽子間違えたわ。ニット帽にすればよかった。それめっちゃ寒い。これ300円。100均で。あ、無料でバレーサーズ恐縮です。だってもうあれや、もう疲れてんもん。もうずっと配信ばっかりやってるから、やっぱイベントやからさ、
寝る間も惜しいんで配信するやん。イベント終わり？今日で終わりやね。今日の夜の12時でやっと終わりやね。いや、27、8時って言ったら違うの。じゃあもう今日まで。クリスマス終わってから違うの。今日までイベント、うん、やっとやで、ほんま。まともに睡眠取った日ないよな、もう多分。全然間に合うよな、12時早いから。行って、帰って、で、見ると。あれ、テレビの音声だけやったら大丈夫やで、やったっけ。俺そう、分からんねんけど、ルール。何が？いや、テレビの音だけ配信に載ってんのは大丈夫やねんな。あかんのかな、あれ。知らん。えなちゃんは俺の来たらすぐ自分で消すからな、リモコン、うんうん、あ、リミットタイムか、ニコちゃん、うん、みんなちょ教えてくれへん。火薬さんとかあるやんな、音は流してるよな、競馬の時の。なんか流してないの、あれ。こっち放送落とされた、しゃれならんからな。いや、競馬やってる時前はやっとったよ、大きいテレビやから。ちゃんは誰か教えてください、うん、音声はいいんか、テレビの。あかんの。やばいやん、もう。いや、俺は洋服ちゃんに似てないやろ。音やったら大丈夫なんや。あ、オッケーオッケー。ほんで、もう小さい目の音にして実況でいくか。実際目の音声は大丈夫。あ、そうね。いい。あ、音は大丈夫。ありがとう。じゃあ、音だけで。はい。競馬やられる方は、各、自分らでテレビつけてください。ほんと俺別に最悪当たってても自分ちの近所やからいつでも監禁いけんもんな。あ、危ない。まあほんとちょっとあれやわ。もし今日当たったら、明日買いたかったら月曜日でしかやらんから。10時から4時まで。ああ、そうなの。払い戻しはあとはもう土日だけな。あ、月曜日、今日交代で当たったやつは、あ、月曜日いける。あの、明日、10時から4時までやって、10時から4時までやったらいける。月曜日だけね。あとはもう土日。土日、了解。まあ、どうせ当たるやろうけどな。もう、6番頭は当たらんやろ、多分。正直当たる気はしてへんけどさ。ではさ、刑事さ、うん、今日は12月の上旬日やろ。12でさ、17でさ、来るわけやんか。その理論は分からんけど、2番人気がな。でも17俺買ってなかった。買ってるよな。6と17で買ったよな、多分。な、18とおらんから。そやんな、17とだってやったやんな。だから17日でか17でもええしな。うん、だから逆でもええねん、70でもな。で買うっていうな。まあ12月やったけど、12月ちょっと苦しそうやから、大外だから。17は今やろ。でも一番外やからしんどいちゃうの。ちょっとオカルト打法で、そこがルメールが突っ込んでくるかもしれん。まあ、ルメールはだって勝ったやん俺、8番な。うん、勝ってる。1番人気、2番人気を飛ばしてるからな、まあ無理やろな。そんなに競馬って合わないからな。いや、なんかもう占いらしい。でもなんか分かる人は分かってるらしい。6番ないことないらしいね。あの、ここでコメント書いてくれてる人がさ、ないことはないらしい。別にまあええんちゃう。いや、買われたらこけないよ、うん、どうせ奈緒ちゃんも買うたからし。3、あんねや、6あんねや。ほんまか。まあな、当たっても負けても知れてるからあれやけどさ、まあ2人ともかわいい金額で、もトシちゃん5,000円もはんねやろ。うん、絶好調やな。でもまあスロット行くこと思ったらマシか。
でもあんたあれやで、人にまだ金返してないからな。どうしたんよ。どうしたんて。うん。じじさんからは多分そのうち連絡あるやろうからさ。うん。ちゃんと段取りしや。うん、やってこい。うん。やっとくっていうか、あんたできひんねんけど。え、ほんまにあれちゃうん、競馬行くんは半年ぶりぐらいちゃうの、もっとなる、なるよな、半年ぐらいなるんちゃうかなあ、うん、今1年はならんと思うけど、ならんぐらい。まあ俺競馬あれやわ、買えるようにしといたるわ、スマホ、うん、しといたるわ。いや、去年の47の時代から行ってないか、1回もやな、1年ぐらいやってないよな、行ってない、うん、なあ、じゃあその子揃えて言ってるから。せやな。その通り競馬の方がマシやで絶対、うん。まあボートは一二三で決まるんだけどな。うん。一飛ばしたら大穴だから。うん。まあ一飛ばんから。え、協定も行ってへんやろ。行ってない行ってない。な。今度あれやん、一人で行かないから、だから今度高橋さん来た時に連れて行ってもらいいや。ああ今年はでももう帰ってけえへん、大阪けえへん言うてたから高橋、うん、うん、来年多分来るから、その時に言ういや、連れて行ってもらいいや。え、場外馬券場場外馬券場に向かってます。消しよったからな。猫ちゃんとかの番号は消したらあかんで。なんかあったらたまに助けてくれんのにさ。え、猫ちゃんから金借りたことあるん？いや、ない。一回もないんや。うん。いや、だから牧内ガールズも全員番号消しやがった。うん、なんで、いや、だから酒飲んでやけなって。ちなみに今日まで俺も消されてたし。あ、あろうことかお金借りてるじじさんの番号まで消して上がるからな、もうえぐいで考えられへんわ。あ、ブルーハイテムありがとうございます。ありがとうございます。こだれ刑事なて、猫ちゃんがなんとかで待ってる。ああ、ギリバー、今日ギリバーあれやねんやろ、猫ちゃんなんちゃん知らんけど、うん、2時から、2時からやろ、2時から11時までやんな、うん、それはあれやん、じじさん連絡ついたらお願いしたら、借金って 死んだらチャラやもんな。もうそれはもう、あ、ギリバーで競馬見れる、あーあー、そういうことか。いやでもいいかな、いいかな、まあ農家なんかでお金さえ払ったら買ってくれるけどね。まあそうやな、ゆきちゃんも、ああ、しょうちゃんも、しょうちゃんの番号もないやろ。ないね。ないな。うち番号で割る。このペースでいったらありそうやけどな。うん、ありそう。あ、ブレイトもありがとうございます。ありがとうございます。
あおんあおんおおお聖杯の後ほんま疲れる聖杯の後一気に疲れる、うん、まああれアホやんな。いやそれやったら嫌やねやろ、本人がいろんなとこからかかってきまくるから、うん、え誰でもつながる設定には変えへんの？どうしちゃうよ設定？だから携帯な番号あんたが登録してる番号以外からでもかかってこれるようにしたらもうええ加減。だって俺番号知らんかったらかかってくのよ。そうじゃなくて、うん、八王子の番号を知ってる人らやったらさ、八王子が携帯から番号を消しても、うん、かかってこれるようにしといたら設定指定許可じゃなくて、ね、着信がならんからわからんよ。だからなるようにした。青いはピカって光ってるやろうけど、それだからなるようにしたらええんちゃうん。それいやそれは登録でないとできないらしいよ。え嘘や、俺多分本当やできるで。そうせんかったら登録の意味ないやんって。じゃ だからね、なるようにしたろか携帯。あんたが登録してる番号以外からの着信もちゃんとなるようにしたろか。多分できるで、うん、どうすんの？どっちでもいいよ。あほんま、それやったらあれやん、刑事に任すわ。じじさんからさ、うん、あれやん、かかってきても取れるやん。知らん、見たことない番号やろうけど、うん、じいさんからかかってきても取れるやん。まやな、指定許可解除しとくわ、後で。言ってな、忘れてたら。あ、そうか、今日日曜日やからこんな車多いんか、この辺。なるほど、そうやんな、思ったわ、飛んでる。道頓堀の方行くで、ウィンズ。俺やり方わからんからお金渡すから買ってきてな。いや、うん、俺払っとるよ。なんでやねん、3000円やろ。じゃあいいよ、そんぐらいあるから。もうあんた金ないねんから心配せんで、もうきっちり俺より金ないから、うん、いいぞ、うん、で俺その間お金下ろしとくから、うん、その間な。うわ、すごい人やな。うん、えぐいやろ。寒いのに。おうなあ、久しぶりやろ、こんな人見る。歩行者天狗。あ、そうか、トシちゃんあれやもんな、俺んち一回来てんもんな、言うて。うん、あ、ゆいちゃん会った時な。なあ、来てるよな、そういえば。もう忘れたわ。あ、おう、もうこの辺やで、俺家。難波から近いね。今思ったらそうやわ。この辺止めようかな。向こう川まで回るか。おいジジイ、ええ加減にせなあかんでって言われてんで。3万ぐらい使ってるよ。まあでもトータルでそのぐらいやん。仕入れてるよ。いつも。酒いいか？どうしよう。うん、寒いのに外で飲みたらやな。うん、家で飲む。家で飲むよな。あんたビール買って帰らなあかんちゃん。
クリアアサヒ。うん、いや業務スーパーで買うやん。あ、業務スーパーで買う、うん、1本しかないから。あ、1本しかないから。ここ空いてない。ちょっと待って、や、考えるわ。ここ空いてるわ。 OK、 ここ空いてるわ。でも危ないで。うん、じゃあ見てる見てる。あ、見とる見とる、うん、ここが一番近いわ。大丈夫や、うん、大丈夫や。分かんない分かんない分かっとるよ。 あんたより目いいから、うん、行って行っていい。ありがとうありがとう。よいしょ、よいしょ。ここやったらすぐやもんな。隣やもんな、ウィンズな、ほぼ。えっと、あ、そうやで、すぐやで、すぐやで。こっから一番近い駐車場、うん、慣れてるやろ。うん、うまいな。おう、だって俺んちの近所やもん。うん、俺んちの近所やから。え、ちょ、世論すまん。年寄りやから、あれやんな。もう、車椅子マークんとこ止めたってええよな。あかん。ええよな。もうそれはええやろ、別に。法律違反じゃないし。でここ刺して、いや年寄りやからいいやろ別に。でトシさん、これ5000渡しとくから、これ、うん、あ、もういいよ。はい、で俺お金下ろしてくる。まあ前まではついていくから、うん、お金下ろすわ。いや、もう払うのに、刑事。じゃあ、ええよ、ええよ、ええよ。で、あれやん、あんた駐車場代も出してねえから。ええかな。しかも、あんたの拘束時間、もう3時間、2時間半超えてるから、ええよ。うん。出演料や。よいしょ。よいしょ。え、トシちゃん、ここどこか分かってるやんな。わからん。わからん。わからんか。あ、オッケーオッケー。ほんだ行くわ。前まで行くわ。イビスバスじゃないな。うん。道頓堀じゃないし。あ、道頓堀やで。行こうか、トシちゃん。うん、よっしゃー。行くぜい。開け方知ってるやろ。うん。行くぜ。大勝負や。オッケー、閉まってる。裏から行くか。うん、閉まってる閉まってる。大丈夫大丈夫。こっちから行こう。道頓堀の方人多いからさ。うん、で俺ローソンでお金下ろすから。うん、お、ま、マスクしときマスク。あ、相棒これやで。ウィンズわかる。トシさん携帯持ってるやんな、うん、持ってんな、うん、絶対持っててや、うん、分かる、うん、向こうが正面やけどこっちからでも入れるから、うん、あ、まあ今前までついてるから。でトシさん俺そこのローソンで銭下ろすから、うん、いや知らん、なんかインフルとか流行ってるから、うん、サブ。あ、ちょっと待って、もう携帯は、あ、でも酔っ払ってないから大丈夫やわ。分かるやろ。分かるやろ。買い方も分かるやんな。うん、うん、買い方も分からん。あ、うん、いっといてや、トシちゃん。で俺ローソンおるし、ここおるわ、トシちゃん。最終行ってらっしゃい。中入られへんねん、ここ。うん、いっといて。よし、巻き打ち行ったぜ。ちょっとお金下ろそう。全然お金ない。おお、生きてきたけど、もう駐車場払うお金もなくなった。さすがにここでは迷子にならんやろ。まあ、で電話持ってるから大丈夫や。いや大丈夫やろ。いやでもな、あの会長んとこのなスーパーでトイレ行っただけで迷子なりよったからな。いやたまにはな、あれ競馬もう何 ?1 年ぐらい多分行ってへんやろ、牧内競馬。うん、
火薬さんおったらな、なあ、ま、毎週な家でな競馬やってな暇つぶしてな、そのスロット行く口実がなくなんねんやろうけどな、うん、せやねん、あいつなんやかんや言うても1年近く競馬も行ってなかったから、うん、これでしばらくあれやろ、スロット行かんで済むやろ、サブあかんねん、火薬さんがなもう俺の連絡も受けてくれへんねん、いやもう極論な、別に車ある時やったらな、もう火薬さんの家に巻き打ち持って行って俺ドローンでもええねんって、極論な、うん、ほんで放送終わったら迎えに行ったるでええねん、うん、でもそれでも多分火薬さんが嫌がるからもうできひんねん、言ってること分かる、うん、誰か一緒にさあれやったってくれへん、あいつと競馬、いや別に優しくはないよ、じゃあスロット行かんで済むやん、あいつ、じゃあな9分やろ、いやじゃあ別に優しいのやろ、言うたらだってあれやん、あの負け打ちで取れ高あるからええねん、別に、うん、一緒に紙買い作ってくれるからよく いいですよちゃん最近ちゃんとお物履いてくれてるから別に車で漏らすこともないしさ、言うて、あーありがとう、巻き巻きパンを渡す、ありがとう、3つサブ、あーちゃん、でも パチオジの連絡だけ出たったらええやん、別にそしたら、ま、巻き打ちにはなもう火薬さんおらなあかんわ、うん、それが俺火薬さんの責任やと思うけどな、この界隈に引きずり出してきたの火薬さんやねんからさ、もう引っ越したから知らんぷりじゃなくてさ、たまには遊んであげたらええやんって思うけどな、無責任だわ、あ、ブライトバレツです、恐縮です、あの送り迎えだけとかやったらしたるから別に、いやって言ったってさ、あの牧内のあの金癖の悪さとかさ、結局さ配信界隈に引きずり出してきてみんなが餌付けした結果やからな、あれ、うん、あ、うん、これパチモンパチモン、もちろん、あいつももともと一人でちゃんと生きてたらああないなことなってないねんから、だからできる範囲のことはしてますやん、言うたらできる範囲のことは言うたら、うん、やってますやん、だからえ、だから別に俺火薬さんのレンタカーある時やったらな、あのもう別に火薬さんとコラボじゃなくていいから、巻き打ちだけ掘り込んで、ほんでどっかで時間潰して巻き打ち終わったら俺連れて帰ったるっつってんねんから、えんちゃうのそれ、あかんの、うん、別に放送上一切絡まんでいいからあ、ブライトもありがとうございます、うん、っていうのをどことなく、あの優しい形で、あの火薬さんリスナーさんは火薬さんに伝えておいてください、うん、あ、ブライトもありがとうございます、どことなく伝えておいてください、あのトゲある言い方したら、うん、どうせすぐブロックで弾きおるから、うん、おるやろ誰か一人ぐらい、おらんの、じゅんちゃんとかでええやん、じゅんちゃんとかで、おらんかじゅんちゃんでええやろ、うん、うん、じゃないとあいつ いつか多分あれやで、ほんま餓死しよるでお金なくなって、うん、いや無理無理、だって俺ずっと大阪おるわけちゃうし、うん、そうそう、あ、いい、ありがとうございます、ほんと逆に何も言わんと帰ってごめんなさい、ほんと昨日クタクタやったんですよ、うん、体力マックスでスタートするべきやった、あ、お疲れ様です、ほんとまたよ、てかまた呼んでね、ほんと
俺だけハミゴにせんとってね、おしんちゃん。ああ、寒い。いやでも餓死するて、うん、いやじゃあちょこちょこじゃあ呼んでよ、うん、呼んでよ。ああ寒い。勝手に行ったまた戻るからね。ああ寒い。アットマーク5分ですね。アットマーク5分ですね。いや、シュラン、その人どうなったん？よくわからんけど。まあ、ええじゃん、連絡ないし。番号で呼ばれる施設。うん、ああ、寒い。うーやばい、めっちゃ寒い。もう、ダウン2枚で、これはエグいな、今日。あ、フリーアイテムありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。うん。かわいいね、君ね、ほんま。配信者の人かな。あ、これあれちゃん、あの同じカテゴリーの人ちゃん。はい、頑張りましょうお互い。うん、ありがとうございます、無料アイテム、うん、ありがとうございます。え、これあれちゃん3位ぐらいの人ちゃんちゃうかったっけ。あの、うん、可愛いか好きです。サブ、あ、アットマーク、え、4分ぐらいですね。ああサブ、やばい。ちょっともう4分やからさ、うん、ここでしのいで、で、お金下ろしてからまた放送つけるっすわ。あ、牧内大丈夫かな？あいつ電話かけてきてないかな？あ、まだ大丈夫やな。あ、はい。皆さんが頑張ってください。俺じゃなくて。じゃあ、4分経ったらお金下ろしてから行く。お金ないね。炎上ニュースの予想当たった。当たったか、うん、やろうほらな、うん、中村がもう先行してやってたけどな、うん、そういえば、うん、中村がもう朝いじってたけど寒い、うん、じっとしてられへん寒すぎて。あー、ちょ、やばい風やばい風やばい。ああ、寒い。あ、ブライトはレッツダース、恐縮です。え、皆さん、残り3分なんで、もし、あの、無料アイテム残ってたら、あの、よかったらください。よかったら、あの、ください。あの、どうせ、今日の夜の12時には溶けてなくなるんで、はい。無料アイテム、もし、残ってる人、いてたら、ください。ダメですか？もうありませんか？ありませんか？残ってない？アイテム欄みんな残ってない？あ、無理アイテムありがとうございます。恐縮です。あ、おはようプルツさん、おはようプルツさん。あ、こんにちは636、こんにちは。あ、てっちゃんも無理アイテムありがとうございます。あ、皆さん無理アイテムありがとうございます。ありがとうございます、助かります。あ、恐縮です、ありがとうございます。はい、もしあの お手持ちで、あの、あ、余ってるんであればよかったらください。あ、ココロちゃんもありがとう。さゆりちゃんもありがとう。あ、村へと回す。あ、アリちゃんもありがとう。逆転もありがとう。ウニョちゃんもありがとう。ありがとう、生風。あ、月読みパイセンもありがとう。あ、村へと回す。ありがとうございます。あ、沢田さんもありがとう。サブ。あ、各皆さんありがとうございます。村へと。で、ちょっと、銭だけ、うん、アイフルでつまんで戻るわ、また。サブ。あ、うにょさん、ありがとう。アットマーク1分です。はい。アットマーク1分です。あ、寒い。結構まだみんな残っててんな、無料アイテム。言ってみるもんやな。さっきの聖杯で結構使い切ったか思った。あ、ヤホヤホ、ありがとうございます。リエちゃん、ありがとう。やほやほ。あ、さ。あ、四つ葉さん、ありがとうございます。アットマーク1分、アットマーク1分です。ぼちぼちの4時間やったな。
それでは皆さん、とりあえず4時間ということなので、数分後にまたお会いしましょう。はい、数分後ぐらいに。はい、あ、E の10倍ありがとう、リーの人バオーン、あざーす、ゴシ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 、あざーす、マジでいいの、それもくれんの、やばいやん、えぐいって、レベチあって、あ、ウニョさんありがとう、うん、マジかよ、10倍来てる、ありがとうございます、ほんと、あー寒い、あとフォローお済みじゃない方、よかったらフォローしといてくださいね、後でみんな返しとくんで、はい、それでは一旦鳥四つです、 ありがとうございました、はい、ありがとうございました、たくさんアイテムもありがとうございました。それでは